あれや、なんかさっきさ、そうラズさんの話したじゃん。好きだからさ、お前ラズとか言ってんのにフォローしてないやんみたいなちょ思われるかもしれないんだけど、違うんよ。あのね、好きだからフォローできないの、わかる？なんか今私がこういう立場になってしまって、もし私がフォローしたらフォロバしてくれるかもしれないじゃん。それが嫌なの、わかる？そう、認知されたくないのよ。なんか認知されたくないし、立場を利用してると思われたくないのよ、わかる？そう、私はあのラズさんがCSGO でアブソリュートっていうあのクランでねやってる時に見てたから、すごい応援してたからさ。いや、確かになんかこう使えるもんは使っとき精神みたいな、まあ確かにわかるんだけど、嫌なのよ、なんか。まあもし何かのイベントとかでご一緒させていただけるとかがあれば、それは全然嬉しいし、なんかそしたらまあフォローするけど、なんか関わったこともないのに、なんかフォローするのがすごく嫌なわけ。わかる？不純な動機で繋がるのが嫌なわけ。わかる？違う、ラズがなければ、違う、そうじゃなくて、違うんだよ。なんて言ったらいいの？なんでわかんないのよ！お前ら、わかんないかな？正々堂々と戦いたいわけ。戦いたいっていうか、なんだ、まあ、分かってくれると思うんだけど、そういうことなのよ。分かんないから全フォローして新規は分かんないくても別にいいけど、違う、ファイトしようとしてるわけじゃなくて、違うんだよな、なんかな、違う、不純な気も、あー、もう米が取ってくるわ、もうバカ。まあ、例えば私今そのレータさんと竹出さんにフォローしていただいてるんだけど、でもそれはフォローしていただいたから敬意を持って返さなければというその一点で返してたわけ。もちろん好きだし、なんか私基本的になんかフォローしてもらってってもなんかあの遊んだことなかったり話したことなかったらあんまり返してないんだけど、だからね、そういうことなの。みんな分かった？別に私がそのにわかだからフォローしてないとかじゃなくて、申し訳ないという気持ちということ。あ、そう、なんか気を使わせてしまってるかもって思っちゃうんだよね。てかでっか、マジでこれ医療キットぐらいの大きさあるやん。